はい、今回のスロットスタイル、北海道札幌市にございますゾーン川添店さん、はい、で17時から21時4時間、1500枚というルールです。まあ、仕事帰りですね。ということで、まあ、1500枚上限なんで、とても打てるような機種ではないんですけど、341ゲームやめっていうねハーデスがあるんで、ちょっと、まあ、ヘルゾーン、あ、まあ、あんまりこういうね打ち方したくないじゃないですね。まあ、ヘルゾーン狙って美味しい思いしたことってほぼほぼないんでただね、1500枚しかないんで、あんまりね無駄遣いもできない。まあ要は3万円、3万円のうちの約3分の1を使おうとしてるわけだから、これ失敗したらもうノーマルタイプ行くっきゃないのかな。ウェイ消えちゃえダイヤ2連は来なかった。よし400、よし、お、ヤオか。当たっちゃえよ。うわあ。と、うわあ。ああ、転売した。うわあ。あー、ダメかな。ダメっぽいね。リプレイ、あー、ないな。やめましょう。はい、残念。まあでもね、作戦的には間違ってなかったっていうかね、一応ヘルゾーンには入りました。ただ次何を打つかですよ。はい、残念ね。かっこよく決めたかった。まあこれ行こうか。もうこれだよな。あ、やべ、2180なんで、もう100分の1ですね。これしかないでしょ。じゃあいただきます。まあ、ちょっとね、僕あのあんまりこの20周年パネルって打ったことないんであれですけど、あのどうなんだろう、1から5までブドウ一緒なんかな。まああとはね、5時間4時間5時間しか打てないんで、まあブドウ数えてもねっていう。まあね、どうしても動画撮影なんでね、こうやっぱ面白い動画にしたいっていうね欲が出ちゃうんでね、こういういい台があってもねスルーしちゃうんですよまあでもね、ハーデスで当てることできなかったんで、もうしょうがないよね。見て見ぬふりはできないし。まあでも撮影だからそう考えるんであって、もし僕が仕事帰りにふらっと寄ったパチンコ屋さんにこのジャグラーの出たかったら、もう間違いなく座るおー、レバーン、あー、間違えちゃったじゃあね、狙っていきます。よいしょちょっとね、チェリーを狙うのが遅すぎてはい、よいしょ。さあ
頑張っていきましょう。1ゲーム連勝チャンス。おお。1ゲーム連勝チャンスっつったら隣が当たったよ。もうレギュラーゼロでいいよ。本当にもう心配しちゃうぐらいないね。設定大丈夫かなって心配しちゃうぐらい、もうビッグだけでいい、うん、だってゲーム性がビッグで出玉を伸ばしていくんだもん。おお、マジか。51ゲーム、チェリー、どっちの線外す。ああ、外した方がいいのか。よかった。うわぁ、いらない。いらないって。おぉ、すごいね。47ゲーム。バケ。46ゲーム。OK。 うお、マジか。お、ビッグいらないっつったのに、やったー。当たらないなんてことも可能性はゼロではないからな。おお、言ってたら当たった。153ゲーム。あー、やった、念願のレギュラーだ。おお、マジか。おお、遅れてきたよ。ビビった。なんだって。年間のレギュラーだ。ぶっとう。おい、ほんとかよ。光りすぎだろ。27ゲーム。よし。あ、残念、レギュラーじゃなかった。思わずよしとか言っちゃった。いやでもすごい連チャンだな。めちゃくちゃすごい連チャンですよ本当に。どんぐらいすごいかっていうと、隣の初対面のおばちゃんに最初のうちは光って、あらよかったわねみたいな、こう気さくに声かけてくれたのに、あまりにも連チャンすぎて光った瞬間に聞こえるぐらいのすごい連チャンです。さあ何ゲームハマるのかな。できればハマないでほしいんだけど、500とかいっちゃうんだろうな。おお、ハマりの話した後にすぐ光った、よかった。178、稲葉です。やっぱり稲葉だ。おお、ビッグ、あざす。よっしゃ、6の6。おお、レバーオン、やる気ある。あー、チェリーですね。レギュラーかな。やっぱりな。罠が来た、罠が。32。正解、あ、目押しがな。まあいいか。あ、だけ。レギュラーです。おお、ビッター、66ゲーム。ゾロ目チャンス。おい、すごいね。ツバで散った。
よし、やった。嘘だろ。20。うわ19の19。箱が欲しい。おお、79件。よし、とりあえず節目超えた。1個レギュラーが超えた。あ、ありがとうございます。ビッグで、いや、ビッグで、よかったです。俺はレギュラーでいいか。よし、いい、OK です。もうね、ちょっと、おかしい。おぉ、78。出番音がすごい多い。頼む。よし、OK! よかった。すごいっすよ、こんなんなっちゃって。もう久しぶりだよ、ジャグラーでこんな出したの。さあ、100ゲームを超えます。そろそろ来るよ。いくらなんでもやりすぎだろこれ。絶対来る。200は超える。20周年パネルってこんなに連チャンすんの。うわ、160ゲーム。あ4回目。7ゲーム。音かよ。おー、やや、数年に一度だなこれ。この引きは。いやー、こんなんないよ。21ゲーム。こんなに引かんの何年ぶりだろう。うわー、21ゲームで引かんのすごい多いんだけど。マジか。おお、はい、レギュラーです。200いきましたね。おお、出番を。207ゲーム。レギュラー。おお、34ゲーム。うわぁ、100超えるか。超えそうだな。普通は超えんだけどな。こんなに連チャンス初めてじゃないかな。あー、でもマイジャグラーで1回あったな。200いくな。これ稲葉超えたよ。おお、超えなかった。189。化けっぽい。いやー、ちょっと多いだろ化け。4連続化けだよな。1ゲームでチャンスだねー。おー、だったらもう1ゲーム早くしろよ。
ちょっと今4連続負けですからね。あ、よかったよかったやったあぶね、5連続負けかと思った。はい、やりました。久しぶりのビッグです。違う、ブラちゃんチャンス、リプレイか。おい、55ゲーム、ゾロ目だよ、ゾロ目だよなんでだろうな。いやー、まさかまさかね、ここまで行くとは思わなかったっすよ。ういー、23ゲームビッグ来いよ。バギーなんだね。はい、ラスト12の18ですか。違う、ブラジルチャンス、ブダウ。まあこれでもう箱に、箱のコインに手をつけることはないので、まあ2000枚は硬いかな。いやー、こんなに連チャンさせたの本当すごい久しぶり。なんかもう壊れちゃってんじゃねえかなみたいな。僕のジャグラー人生の中で、今までのジャグラー人生の中で3本の指に入るぐらいの連チャンですよ。今日の最高ハマりが207回転だかな。まあ本当に魔法で夢でも見てたんじゃないかっつうぐらいね、当てました。まあ4時間でしょ。まあ4時間って言っても最初ねハーデスってたんで、ハーデスで100も回してないか、まあ60ゲームぐらい回して、60、70ぐらい回して、まあその後にこのジャグラー座ってね、そっからだからどのぐらいなんだろうな。4時間は回してないよな。3時間半でもないか。まあでも大選びもあるんで、まあ3時間半だとしてね、え、まあ1時間に6回ぐらい引ければ上等なのに、12の18なんで30回ボーナスいってるんですよね。すごいですよ、3時間半で30回すごいわ。ダメかな、まあしょうがないか。はい、もう時間が来たんで300ゲームでやめます。あー、魔法が切れたみたいだもうそう思っちゃうぐらい連チャンしました。いやー、久しぶりにすんげーゴーゴーランプ見た。はい、300、残念。いやでもすごいよこれ。まあこのレギュラーがちょっと痛いですけどね。レギュラーがすごい、まあでもすごい連チャンだよな。この辺こっからだよ、318、こっからまあ多分200何十ゲームか忘れたけど打ち始めて、そっからこれですからね。すごいわ、見て、2300ゲームぐらい回して、2200かな、200か300ぐらい回して、12の18なんで30でしょ、まあ80分の1切るぐらいすごいよね。
はい、ということでね、じゃあ早速出玉の方を流したいと思います。いやー、しっかり勝っといてよかったよ今日はね。次回のためにしょうがない、このジャグラー見つけたら打つよ、うん。はい、じゃあ早速出玉の方を流したいと思います。えいえい。おお、2000超えたか。わー、3000枚以上あったよ。あ、多分ねマックス3000枚ぐらいあったと思います。はい、まあでもね、投資外資5本なんで、オーナーが250枚で2600枚、十分でしょう。えいえい。実戦終了、実戦終了、やったー。ということで今回こちらゾーン数え点さんでね実戦しました。スロットスタイル、ね、今回は4時間、1500枚上限ということで、実戦したんですけど、まず歯ですね、340ゲームだったかな、なんかそんぐらいで落ちてる歯ですがあったんで、まあ、狙い通りヘルゾーン入ったんですけど、そこで当てることはできず、まあぐるっと回ったらなかなか合成のねいい、確か100分の1ぐらいの、確か約100分の1ぐらいの、20周年パネルのね、ニューアイムジャグラー EX を見つけまして、打ったらなんともう夢じゃないかっつうぐらい、もうピカ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 光っちゃってね。まあね、もうマックス3000枚ぐらいありましたよね。まあぐるっと回ってね、やっぱ絆置き時この辺が強いのかなと、もう稼働があって、まあ相手はいたんですけど、まあでも人がすぐ座ったりとかするような状態で、でジャグラーコーナーも結構稼働が良かったんですけどね。まあだから絆置き時ジャグラー、まあでもあとなかなかいい感じの、まあ、窓通とか出てる台がバラエティーコーナーにも何台かあったんで、まあその辺も狙っていけるのかなとは思うんですけど、ただバラエティーだとねどこに入るか分かんないんで、だとやっぱ強い機種ね打ってった方がまあいいかなということで、まあ一番台を取りやすいジャグラーコーナーで、まあ最後締めるという形になりました。でもね投資250枚のね2600枚なんでプラス2300枚ぐらいですかね。うん、ということでいい時間ですよ9時。これからすすきので美味しいご飯食べます。えいえい。